Lord. ビルボードポッドキャスト MC の太田です。ゆきとけです。はい、先週の金曜日にですね、10月10日、8日、10月8日にネクストファイヤーを生配信してですね、あたらよさんの、生配信の、スタジオライブっていうものを配信させていただきましたけれども、結構、はい、視聴していただいた方も多くてですね、はい、ちょっと4ヶ月ぶりっていうところもあったんですけれども、まあ、セカンドシーズン的な感じでスタートができてよかったんじゃないかなということで、ご覧いただいた方、非常、ありがとうございましたと。はい、ありがとうございました。はい、またね、10月の22日ですかね、の金曜日の同じく夜8時からですね、あたらよさんのインタビュー映像っていうのも配信いたしますし、まあ、前回ライブ見れなかったっていう方は、またこのライブ映像っていうのもね、その10月8日の模様を、その配信の中にも入ってきますので、そちらご覧いただければといったところでございます。こちらも、ビルボードジャパンの TikTok アカウントから、夜の8時に、配信させていただきますので、10月22日、ご覧いただければと思います。はい。何か言い残しることないですかね。僕、なさそうですね。はい。はい、では、本日10月13日に公開いたしました、ビルボードのジャパンホット100、もう一回言いますね、10月13日に公開いたしましたビルボードのジャパンホット100総合ソングスチャートのトップ3を、行きたくさんご紹介いただけますでしょうか。はい、ジャパンホット100第3位は TWICE のザ・フィールズ、第2位はバックナンバーの水平線、そして第1位はキング&プリンスの恋する月夜に君を思うでした。はい、ということですね、恋降る月夜に君を思うがですね、総合首位といったところで、これキング&プリンスの8つ目のシングルになるんですかね、の、楽曲ということで、その初週売上が449,115枚ということで、この CD シングルCD セールスの指標で1位を記録しております。その他、ルックアップやツイッターでも、の1位を記録しててですね、その他、動画再生3位、ラジオ21位といったところで、もう全体的に高い順位を記録してですね、総合ソング首位という結果でございました。まあ、前作のマジックタッチの初週売上が47万枚ほどだったので、まあ、ちょっとセールスとしては若干落ちてはいるんですけれども、まあ、結構動画再生指標とかもね、高い順位を記録してますので、はい、いい結果なんじゃないかなといった感じですね。そうですね、なんかキンプリさんはミュージックビデオの他にもダンスバージョンとかもいろいろ出されたりされてるので、はい、結構動画も結構積極的にいろいろコンテンツ出されてるので、ファンは嬉しいと思います。うん、そうですね、はい。まあ、この楽曲はですね、メンバーの平野翔さん主演映画のかぐや様を告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの主題歌にも、なっておる、なっておる、なっている、楽曲でございましたという。この映画も、これは、2作目 ?3 作目なのかな、かぐや様。2作目ですね。2作目なんですかね。前作も結構好調だったんですか、この映画っていうのは。もう、あれ確か2年ぐらい前の、2019年。うん。の映画でしたけど、あれすごいヒットしたみたいですよ。なるほど。まあ、確かによく、僕は見てないですけども、結構なんか CM とかでもよく見るなと思いながら、見てたっていう感じですけども、そうなんですね。確かにそうですね、はい、2019年の9月6日に公開されたんですね、1回目の、映画っていうのが、はい、その、2作目の、主題歌を務めて今、まあ、上映されてるといった感じですかね。はい、という1位でございました。でですね、まあ、今回3位にですね、TWICE のザ・フィールズが、チャートにしております。はい、これ、指標の結果を言いますと、ストリーミング指標が4位、ラジオが51位、Twitter が52位、そして動画再生が1位という、結果になっておりまして、まあ、ストリーミングとは動画再生で、まあ、いつも通りか、まあ、またそれ以上 の非常に強い結果を出してるといった感じなんですけれども、ザ・フィールズって TWICE がデビューしてから初めて発表する英語のシングルになるんですね。そうですね、うんうんうん、10月1日に、発表されて、まあ、世界同時ということで、アメリカのビルボードソングスチャートホット100でも83位ということで、初めてチャートインを果たしていると
という結果になっていますね。まあ、BTS のダイナマイトとか全編英語みたいな初めての楽曲みたいな形で、これがきっかけでね、アメリカでもさらに認知を広めたという感じですけども、この TWICE の The Fields も同じようなことになるのかといったところも、ね、注目されるところだと思いますけどもね。うん、結構このザ・フィールズね、あ、ど、はい、何ですか？あ、どうぞどうぞ。あ、いいですか。なんかこのザ・フィールズ聞いても、なんか初めて聞いた印象としては、その、なんて言ったらいいんですかね、オールドスクールなのかな、なんかわかんないですけど、なんかすごいクラシカルな、なんか R&B なのかな、ヒップホップなのか R&B なのか、なんかそういったところの、なんかクラシカルなところを非常にいい音で、現代の技術でやってるみたいな、現代の音でやってるみたいな、そういう印象を受けたんですけれども、やっぱりそれも英語シングルっていったところであったりだとか、まあそういう世界で聞かれることっていったところをなんか加味された上でのそういう曲作りなのかなというふうに思ったりしながら聞いてたんですけども、はい、北木さんはこの楽曲聞いたんでしたっけ？あ、聞きましたよ。私はあの、私ジミー・ファロンっていうアメリカのなんていうんだ、コメディアンのがやってるあのトークショーが好きなんですけど、はい、ジミー・ファロンのそのトゥナイト、あれジミー・ファロン、トゥナイトショーかな、なんかあの、うん、もう早速 TWICE が出ててパフォーマンスをしてて、それ見たんですけど、うん、はい、すごいパワフルだったですね。うん、私あの最初のね、ボヤ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 ってとこがあって、あれ私韓国語かと思ってたらボイアイ、うん、ボイアイだったっていう、ちょっと今気づいて、うん、英語だったんだとちょっとびっくりした。ああ、なるほどね。最初ね、ほんまに最初のとこですね。そうそう、ボイアイ、ボイアイ、ボイアイノーだった。なんか、うん、ボヤボヤ、ボヤーみたいな韓国語があるから、私、てっきり韓国語だったの、韓国語だったのかなと思ったら、なるほど。英語だった。ああ、なるほど。ちょっと、でもすごいやっぱりね、リズミカルだし。うん。聞きやすい感じはしましたね。うん、なるほど。さっき言った番組っていうのは、The Tonight Show Starring Jimmy Fallon。あ、そうです。ね、はい。トークショー的なやつです。そうです。これ好きなんですか？え、私、好き。どういう番組なんですか、この The Tonight Show Starring Jimmy Fallon。ね、いつも、これ毎日放送してる、平日放送してて、はいはい、このトークメインの人と、ミュージカルゲストっていうのがあって、うんうん、トークの人はよくなんだろう、新しいドラマとか映画とかそういうあのなんか宣伝があったりするような、もうなんか本当有名な人がいつも出たりして、でミュージカルショーはミュージックの音楽のコーナーはもう本当になんだろう、有名人から新人アーティストまでみたいな結構出る番組で、その間にね、なんかあのなんだろう、面白いコーナーがいろいろ、ゲームのコーナーだとか、ちょっとそういうバラエティのコーナーがあって、そういうのも面白いんですよ。なるほど。あ、この前ね、はい、イカゲームってあれ、太田さん知らないんだよね。あの、先日、生田さんに教えていただいた、Netflix で今、はい、Netflix で話題沸騰の韓国のドラマですかね、はいはい。韓国のドラマ。そのイカゲームのキャスト4人が、キャスト4人も出てた。なるほど。リモートで出たし、あとはまあ BTS とかももうなんかこの番組に出るのは当たり前みたいな、そういう感じでもあったりする、うんうんうん、この番組は結構面白いですよ。これ毎平日やってるってことは何ですか、日本でいうところのその徹子の部屋みたいな感じ。徹子の部屋が夜11時とかそこら辺でやってる的な。あ、なるほど。で、まあ、ミュージックショーとかもあるから、その、なんか、徹子の部屋の特番を毎日やってるみたいな感じなのかな。そうですね。で、お客さんも入れて、みたいな。うんうんうん。なるほど。そういう感じの空気感の番組なんですね。はい。なるほど。ありがとうございます。まあ、そういった番組にも出てて、ちょっと TWICE の今後の、その、ね、まあ、日本ももちろんアジア圏での人気っていうのは非常に高い TWICE ですけれども、そういう北米のところとか、特にね、今後どういうふうに進出していくのかみたいなところっていうのは非常に興味深いところになってきますね。はい、はい、ね、なんか今回動画再生1位だったみたいで、ビルボードのあのジャパンの方は、うん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 、これはそんなすぐには落ちないんじゃないかなっていうふうにも思ってるんで、はい、
で、なんかこれから日本のテレビでも演奏、パフォーマンスされることがあれば、また、そうですね。されそうですね。そうですね。はい。ということで、TWICE のフィールスが、今週総合3位という結果になっております。そしてトップ10で見てみますと、今週、その他2曲が初登場しててですね、総合の7位には BE:FIRST のキックスタート、そして総合の9位には B’z の UNITE が入っております。BE:FIRST もね、これ2曲目なのかな。BE:FIRST はそうですね、2曲目。前はプリデビュー曲が出てました。そうですね、このキックスタートも、まあ、先行配信曲といった形ですけども、まあ、この THEFIRST 出身の7人組ダンスボーカルグループ BE:FIRST による先行配信曲のキックスタートですね。こちらダウンロード2位、ストリーミングが15位、動画再生8位、Twitter 11位、ラジオ76位という、まあ、こちらも非常に色の各指標で高い順位を出しているかなといった結果ですね。もうこの BE:FIRST も結構ね、またタワーレコードに行った時の話ですけど、なんか壁一面に BE:FIRST のなんかね、ポスターって言ったらあれですね、壁になってましたね。うんね、渋谷かな、もうすごいね。はい、そうですね、まあ、お客さんが殺到してるっていう感じではなかったですけども、こういうね、時勢ですし、まあ、何週間か前の話なんで、緊急事態宣言も出てた状態だったので、そのお客さんが殺到してるってわけでもないですけど、結構そういう記念写真を撮ってる方とかもね、結構見受けられたっていう印象でしたね。はい、という BE:FIRST のキックスタートが総合の、7位ということなんですけども、総合9位に初登場している B’z の UNITE はですね、こちらダウンロード指標で1位になっててですね、3万7783ダウンロードっていうのを記録しております。はい。先ほどダウンロード指標2位だったということで、キックスタートをご紹介しましたけども、キックスタートのダウンロード数が1万6764ダウンロードなので、まあ、差としてはおよそ2万ダウンロードぐらいの差をつけて、ダウンロード指標で1位になっているという結果ですね。まあ、ユナイトっていうタイトルですけども、B’z自身ね、この B’z自身が初めてオーガナイザーを務めてですね、あと、Mr.Children とグレイを迎えて、初共演をしてる、結構話題にもなっている、ロックプロジェクト、B’z Presents Unite Sharp 01と同じ、まあ、そっからのユナイトということで、まあ、ミスチルトってあったりとか、グレイトといった、そういった共演ですかね。っていうところも非常に話題になってますよね。まあ、まさしくユナイトっていう感じですけども。ねえ、これはまさにビーズじゃなきゃなかなか実現できないような巨大なプロジェクトですね。そうですね。何ヶ月か前にね、そのビーズの稲葉さんとミスターチルドレンの桜井さんが対談するみたいな動画も上がってましたけど、はい。まあ、そういうところからなんかあったのかなっていう気持ちもねありつつ、はい。まあ、チャート的にはユナイトはダウンロード指標1位のほか、ラジオ13位、ツイッター48位という、記録ですね。記録してますといった結果でございます。という、総合ソングスチャートでございました。結構今回トップ10とかね、その初登場とか上昇している楽曲とかが非常、結構、目立った、そういう結果になっているのかなといった印象でございます。はい。それではですね、まあ、総合ソングスチャートの後にですね、総合アルバムチャートの話題を移していきたいと思います。では、総合アルバムチャートのトップ3をご紹介いただけますでしょうか。はい、ホットアルバムス第3位はアクアのラブライブサンシャインアクアクロニクル2018から2020、第2位はグレイのフリーダムオンリー、そして第1位はスノーマンのスノーマニア S1 でした。はい、スノーマンのスノーマニア S1 はこれ前の週の総合アルバムチャートでも首位となっていましたので、今回で、ね、2週連続の首位という記録になっております。 CD セールスがですね、今週3万507枚ということで、前の週がね84万4729枚売り上げているわけですから、まあ、初週ということもあってね、あったので、まあ、もちろん枚数としては落ちるんですけれども、それでも今週の CD セールスの指標では1位を記録しておりましてですね、またルックアップも1位を記録しているという結果でございます。これら2指標についても同様に2週連続で首位を記録しているという結果でございました。そして総合2位には先ほどちょっと、名前も分かりましたグレーの、フリーダムオンリーが、チャートにしております。この作品はですね、過去のデモの中から厳選した、もう1997年から2020年
作の楽曲で構成されててですね、かつ8月にリリースしたシングル、バッドアップルなど、計12曲が収録されているという結果です。これ、ダウンロード指標が1位でしてね、1660ダウンロードで1位を記録しております。CD セールスは2位、ルックアップは4位でございました。はい。という、まあ、結果ですね。で、3位にはアクアのラブダイブサンシャインアクアクロニクル2018から2020がチャートにしているという結果ですね。はい。まあ、トップ3はそうなんですけども、今週結構作品が上昇している、このアルバムチャートにおいて、上昇しているものっていうのがございましてですね。で、まず、総合の13位ですね。に、藤井風のヘルプエバーハートネバーが、前の週44位から13位に上昇しているという結果になってますし、あと、バックナンバーのアンコールがですね、前の週85位から今週15位に上昇しているという結果になっております。特にね、バックナンバーはですね、先週もちょっと話を上げたと思うんですけども、あのカウントダウン TV ライブライブの90分でのライブっていったところ、これ放送が10月4日ということで、集計期間の最初の日になるんですね。その影響というのは非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。このアンコールもベストアルバムですからね、はい、興味持っていた。確かに、ベスト、なんでしたっけ、はい、神セット、なんかすごいヒット曲がいっぱいあったパフォーマンスだったと思うんで、うん、それがそのままアルバムでも楽しめるっていう感じは。うん、やっぱり影響ね、つながったのかなって思います。はい。そうですね。興味持っていただいた方っていうのはね、はい。そういうチャートに影響を与えたのかなというふうに思いますしね。はい。もうこれ2016年にリリースしたアルバムですからね。このタイミングで、まあ、5年ぐらい経ってるわけですけども、上昇してるという結果ですね。うん、で、藤井風さんはカンジャムにも出演されたのかな、10月3日。初めてカンジャムに出演されたと思うんですけれども、まあ、そこで、まあ、その前ね、その日産スタジアムにあって無観客の配信っていったところ、まあ、そういったところの舞台裏みたいなところもね、放送されたということで、まあ、そういったところに興味を持った方っていうのも、いたんじゃないかなといった感じですね。そうですね。その日は確か、私も放送見たんですけど、はい。あの、関ジャムの、あ、違う、関ジャニーエイトのあの、村上さんと安田さん、はい。お二人がインタビューされてて、はいはいはい。結構、その番組の中でも、かなりの時間使って、藤井風特集みたいな感じでしたね。うん、そうですね。もう初登場っていうのもありますしね。はい。うん、はい、今、藤井風さんってツアー中なんですか？あ、今、ツアー中です。うん、そうですね。はい。まあ、そういったところもね、あり得る、まあ、上昇のきっかけっていうところにあるかもしれないですしね。はい。ということで、まあ、その藤井風さんのヘルプエバーハートネバーもバックナンバーのアンコールに関しても、まあ、あの3指標すべてでチャートにしててですね、あのバランスよくポイントを獲得してるなといった感じでございます。まあ、この2作は特に上昇しているといったところで今回ご紹介させていただいたといった感じです。はい、という、今回アルバムチャートでございました。はい。まあ、ちょっと最近寒くなってきてですね、もうそろそろ若干年の瀬みたいなところもそろそろなんか感じ始めるような時期になってきましたね。思えばもう10月で、だってもうハロウィンでしょ、はい、ハロウィンが終わったらすぐクリスマスになんか世間というか街並みは変わりますから、はい、そうですね。なんか寒くなるとね、なんかざわざわしてきますよね。なんか、文字通り師走みたいな、そういう空気感というのが徐々に帯びてくるような感じですけど、はい。まあ、これもうそろそろね、年間チャートどうなるんだろうとかね、そういったところもね、気になってくるところかもしれないですね。そうですね。紅白とかどうなるんだろうとかね、私はいつもこの辺りぐらいから誰が出るかなって会社のこと喋ったりするんですけどそうですね。紅白とか最初ね、発表するの11月の中旬ぐらいなのかな、いつもそれぐらいのイメージですけど、11月の中旬、ね、下旬、その辺り出場アーティストは誰なのかみたいな発表とかね、されたりとか。今年あれでしょ、 NHK の紅白ってあの国際フォーラムでやるんですよね、確か。そうみたいですね。国際フォーラムの A ホールですかね。はい。まあ、あそこの方が客席が多いので、まあ、もちろん満席にはしないと思いますけども、そういう、例えば一席空けた状態で、座るってなると、やっぱりキャパがちょっと大きめの方が、まあ、人数の絶対値っていうところもね、多くなると思いますし、はい。演出としてもいいんじゃないかみたいなところもあって、国際フォーラムの A ホールが今回、紅白歌合戦の会場になるという結果ですね。なんかニュースが出てましたね。ね、国際フォーラム A からなんか B とか C とかいろいろあるから、うん、なんかもしかしたらそこら辺いろいろ使ってやるかもしれないですね。
そうですね。まあ基本的になんかホール A というふうに書いてました。なんかホール A を使うというふうに書いてましたけど、なんかね、まあ今後どうなるかというところは、その言っていただいた B とか C とかをね、うまく利用するっていうのはあるかもしれないですしね。はい。うん、はい、そうですね。だから、有観客になるわけですよね、今回。そうなるんですかね。うん。紅白歌合戦が。まあ去年、お客さんいなかったわけですからね。ちょっとどういう空気感になるかっていうのは楽しいですね。まあ、いつもと会場が違うことになりますからね、はい、どういう演出をしてくるのかなといったところも、まあ、興味深いところの一つだと思いますけど、まあ、そういうふうにちょっと年末年始に向けた動きっていうのが徐々にもうそろそろ出てくる頃かなといった感じでございますので、はい、はい、ということで、ビルボードのポッドキャストでございました。あ、そうだ、もう一つちょっとだけ、お話をしようかなと思うんですけど、今日10月13日の正午にニュース記事が出ててですね、ビルボードジャパン×博報堂データ起点マーケティング新サービスアーティストウォッチプラスを提供開始というこのニュースが出ているんですけども、まあ、これなんじゃらほいっていう感じなんですけども、まあ、このアーティストウォッチっていうサービスっていうかね、あの法人向けにやってたんですよね。なんかこういうチャートのデータがこういうふうに、このアーティストはこういうふうに動いてて、例えばなんかダウンロードとかストリーミングとかどういうふうに動いてて、楽曲どことかとどういうふうに動いてるのかみたいなところ、楽曲がリリースされたタイミングで他の楽曲の例えばストリーミングのポイントってどうなってるんだろうみたいなね、ちゃんと掘り起こし起こってるのかみたいなところをそういうふうにご覧いただける、まあレポートっていう形ですけどね、アーティストウォッチっていうサービスがあったんですけども、それにプラスということで、これに博報堂さんのね、コンテンツファン消費行動調査を掛け合わせた新サービスということで、チャートインサイト、アーティストウォッチプラスっていうのを、新サービスとして提供を始めたといった感じですね。なので、博報堂さんが得意としている生活者視点を音楽コンテンツマーケティングに導入してですね、音楽コンテンツを活用した一般企業とか音楽ビジネスプレイヤー対象にしてですね、アーティスト市場、生活者などのデータを起点とする多面的な分析っていうのを元にしたレポート作成をしていこうか、アクティベーション企画や協賛イベント選定などのマーケティング支援、コンサルティングサービスをしていくといった、そういったサービスを始めたといった感じですね。だちょっと消費者目線といったところがね、このアーティストウォッチプラスといったところに関わってくるといった感じですね。はい。まあそういうサービスを始めましたといった、まあ法人向けといったところですけども、始めたといった感じでございます。はい、いろいろやっております、ビルボードジャパン。いろいろやってます。ネクストファイバーもするし、アーティストウォッチプラスもするし、ちょっと前ここでも話したチャートインサイトプラスもするし、いろいろやっておりますので。いろいろプラスしたんですね。いろいろ最近そうですね。最近いろいろプラスしてんだなっていったところをちょっとお伝えしたかったということで、ちょっと触れさせていただきました。本当にいろいろプラスしてますね。はい。ということで、もうだってもう僕らもね、その2年ぐらい前やってる業務とは全然違うような業務をやってたりとかね、したりしますからね。で、ちょっとまあそうですね、いろいろ増えたり、まあ減ったことはないか、減ったのもないか。減ったもの、まあやらなくなったものっていうのもまああったりするんじゃないですか、やっぱり。あ、でもいろいろやるって。でもやってる、やり始めた数の方が多いような気がしますけどね。はい。はい。のでいろいろね、そうですね。このコロナがね、明けたらいろいろ有観客なイベントとかもやっていきたいなというふうには思ってますから。うん、そうですね。はい。うん、まあ、我々もやることはまだまだいっぱいあるといった感じですよね。はい。はい。ということでございます。ということで、ビルボードポッドキャストでございました。ちょっといろいろ詰め込んで喋った感じもありますけども、はい。また来週もぜひお聞きいただければというふうに思います。はい。はい、それでは、また来週もお聞きいただければと思います。それではさようなら。さようなら。